皆さんこんにちは、アクアビット田中の5分解説です。水素は将来使われるのか、本当に使われるのかって話です。皆さんはエネルギーとして水素が将来使われるという可能性があると思いますか？私は将来水素エネルギーを広く普及するというふうに考えています。こういう私もつい数年前までは水素エネルギーの将来性について否定的でした。水素は最も小さい物質であり、例えば漏れて爆発するリスクから逃れられないでしょとか、水素を生産するためには熱や電気が必要で二次エネルギーなので効率が悪い、あるいはそもそも水素はコストが高すぎる、こういった理由からです。でも今は認識を改めています。それはいろんな分野で驚くような技術革新が起こっているからです。ちょっと目を移してみると、太陽光や風力発電と考えてください。最近はこれら再生可能エネルギーのコストは急速に下がっています。再生可能エネルギーは不安定です。電力として活用するためには出力を安定する必要があります。そのために求められているのが蓄電池です。蓄電池としては現在鉛蓄電池とか、あとニッケル水素電池、リチウムイオン電池、あるいはちょっと専門的になりますがナス電池、ナトリウムと硫黄を使った電池ですけど、こういったものが使われています。しかし電気は基本的に貯めにくいという弱点があります。そこで蓄電池として将来燃料電池を使うという方式が最近注目を集めています。これは電気を水素に転換して貯めようという考え方です。その方が物理的に形がありますので、蓄電池よりもエネルギー密度をはるかに高く貯めることができる、それで燃料電池を蓄電池で使うということです。でさらにこの蓄電池も進歩していて、今 SOFC と言われる固体酸化物型燃料電池と言われるものが実用化が進んでいます。これは従来と違うのは700度から1000度という高温で稼働するのは難点でもあるものの、これは特徴でもあります。で、発電効率は高温を使うことによって、さらにその熱を使ってガスタービンを回すとか、こういうことをやることによって副次的にエネルギーを使うことで最大 65% もの効率を生むということも可能ですし、あとさらに言えばこの SOFC っていう形式は白金とかこういう高価な触媒も不要という特徴があります。高温なので燃料電池車への搭載とかには向いてません。しかし設置型であればこの高温もクリアできますし、さらにこの高い配列を生かして、先ほど申し上げたようにタービンを回して二次発電したりということで、今発電効率を高めることが可能だということがあります。これまで水素のコストで高くしたのは生産コストや輸送費が原因でした。ただこの分野っていうのは今いろんな技術革新が起こっています。で、今水素の利用で最も有力な形態として注目されているのがアンモニアでした。アンモニアは化学式だと NH3 っていうふうに書くわけですけども、窒素分子に水素が3本乗っかっている、こういうものです。しかしアンモニアの合成には今まではハーバーボッシュ法と呼ばれる技術が長年にわたって使われてきました。で、これは350気圧、400度近い高温が必要とされてきた。しかし近年では常圧、そして低い温度でアンモニア合成ができるっていう画期的なナノ物質が次々と発見されています。また輸送の面でも、これ今まではマイナス253度まで冷却する液体水素という形式にすることはこれまで常識でした。しかしこれをアンモニアをエネルギーの触媒とすることができるようになると、常温で液体として輸送することが可能になります。アンモニアを燃料する場合、発生するのは窒素だけですから、燃やしても環境への負荷が小さく済むということが大きなメリットでもあります。水素の生産にはこれまで天然ガスを使うことが一般的でした。それが一番簡単で安定的に生産できたからです。しかしこれからは太陽光や風力といった再生可能エネルギーを使って生み出す安い電力を使うことで、さらにその水分解して、こうすることによって水素の製造コストは
今までの天然ガスを使うよりもはるかに安く生産できるようになったでしょう。2035年、水素は有形エネルギーとして最も安価なものになるというふうに私は考えています。そして水素を使う理由は、今まではエコロジーでしたけども、これからエコノミー、経済的に安いからというふうに変わっていくと私は考えています。